してはどうだろう。そうね、幸いなことにここには2組も愛し合う者たちがいる。彼らが愛ゆえに戦うところを少し見物していたらいいんじゃないかい。僕たちの試練を観測者の立場から見てみるといいよ。だからそういうヒントではないというに。ゼパル、フルフル、いいかな？おや、やっとお声がかかったよ。なに、ジョージ、決闘の方法が決まったの？はい、決闘することにしました。決闘は、僕とシャノンの二人が戦います。それは意外だね。一対一の決闘ならてっきりジョージとジェシカが戦うものとばかり思っていたわ。二人がどうしても自分たちで決着したいって聞かねえんだ。僕も男として見守ることしかできないことが悔しい。しかしシャノンの決意は揺るがない。だから僕らはそれを尊重して信じるしかない。カノン君、僕を信じてくれてありがとうございます。もし直接戦わなければならない日があったならそうするべきだとずっと思ってきたことなんです。そしてそれが今日なのだと私たちは理解しました。もちろん避けることのできた日かもしれません。しかしその日は訪れました。だから僕たちは逃げない。そうだな、私も逃げないからここにいる。同じだよ、シャノンを信じた。だからもう僕から何も言うことはない。そしてたとえシャノンが戦う決闘であっても僕たちの力は一つだ。だからこれは共闘なんだ。はい、そうです。私は私たちを代表するだけなんです。愛する者たちの決めたことなら悪魔とて口を挟めはしないわ。さて君たちの決闘だけれどどうやって決着をつけるつもりだい。まさか本当に決闘でいいのかしら。決闘の方法はどちらかが死んで終わる方法なら何でも結構。もし許されるなら苦しむことなく安らかに、そして死に至る以外の無用の傷つけ合いを避けられるものを望みます。ゼパル、私たちはこの高潔なる決闘の正しい立ち会い人になるべきだわ。そうだね、分かったよ。二人とも君たちの高潔な意志を尊重できる高潔なる決闘を僕らは提案する。
これは。なるほどね。決闘にふさわしいじゃないか。弾は一発ずつ君たちの要望に応え魔法を込めておいたよ。体のどこに当たろうとも痛みなく、そして必ず死に至らせる魔法の弾。ありがとうございます。最高の慈悲です。二人が共に弾を外した時は本来なら引き分け、でも僕たちの試練はそれを許さない。二人が共に弾を外したなら仕切り直して再び弾を与えるわ。どちらかが死ぬまでそれを繰り返す。僕は依存ないよ。私もよ。よかったね。これで私たちはようやく決着をつけられる。後ろ宮ジョージ、君をシャノン、いやサヨの立ち会い人と認めるよ。了解だ。後ろ宮ジェシカ、あなたはカノン、いいえヨシアの立ち会い人と認めるわ。お僕たちは決闘責任者。この決闘を必ず決着させるまで責任を持つ。恋をめぐっての決闘とはな。古風な奴らよ。わらわも千年の中で何度かピストルの決闘を見てきたが、このような決闘は初めて見る。悪魔が立ち会い人をするから。違う。普通恋の決闘とは一人をめぐって二人の恋する者が戦うと決まっておる。しかし彼らは恋する二人が恋する二人と戦おうとしている。これはとても珍妙だ。それはきっと魔法の奇跡が欲しいからです。私たちは魔法の奇跡がもらえないと恋が成就されないって。宇宙を作るための最小人数は何人か知っておるか。え、あ、いえ知りません。問題がなければ決闘者たちは二人で背中を向けて立ち、決められた歩数を歩いて距離を開いてもらう。それから合図と同時に決闘開始よ。ジェタル、その歩数は何歩がいいかしら。そうだね。ではこの決闘の因縁となる数字をそれにしようじゃないか。因縁となる数字？それはいくつなの？僕たちがよく知る数字さ。そしてこのゲーム、物語が始まった時から何度も何度も繰り返されているあの数字さ。それは19。面白い数字です。気に入ったよ。全てと決別するにはいい数字だ。
向かい合って19歩を歩き撃つ。かなりの距離になるね。早撃ちが有利とは限らない間合いだ。先に撃って外してしまったら多分それで決着してしまう。それを当てればかすり傷一つ負わずに勝てる簡単なゲームさ。それでは決闘者たち、背中を合わせて立ちなさい。今までありがとう。君という弟に出会えて楽しかった。僕を僕であらせてくれてありがとう。灰色の世界に彩りを見せてくれてありがとう。どうして私たちは生まれたんだろうね。生まれた時すぐに死ねればよかった。それはお父さんの罪だね。そうさ、だからあいつも死ね、みんな死ね。うん、みんな死ぬよ、もうすぐね。そしてすぐにみんな蘇って会えるよ。もう私たちはカゴの中の小鳥じゃない。僕たちはようやくカゴを出てそれぞれの世界へ羽ばたけるんだ。君ともっと早くこうして決闘をすればよかったね。それがきっと今日なのさ。うん、今日だね。1986年10月5日運命の日。私たちのどちらかが死ぬ、あるいは同時に打ち合って二人とも死ぬ。あ、それもありか。それでも全然ありだね。そうさ、それであっても必ず僕らの恋は成就されるのだから。決闘の必要あったのかな。あったさ、姉さんも言ってるよ。僕たちはいずれにせよもっと早くに決闘するべきだった。そうだね。私にとって君は、僕にとって姉さんはもう邪魔なのだから。ベアとはどうしているのでしょう。ゼパルとフルフルのところに身を寄せていると聞いています。愛を司れば魔王陛下とて退かねばならぬほどの力を持つ方々です。きっと何かの力になってくれると思いたいのですが。あいつらのことはよく知ってるわ。
素直に力を貸してくれる連中じゃないのはあんたもよく知ってるでしょうが。ですが、しかしだからこそ奇跡にも通ずる力を与えられるのです。とにかくバトラ君の心を密室から助け出せればなんとかなるのです。ガープは密室が大好物なんでしょう。何か妙案は思いつかないのですか。ひどい密室よ。バトラとエリカの二人で赤き真実だらけのガッチガチ。内部からの単独脱出は不可能だと断言できるわ。やはり誰かが入れ替わりで内側に入り、チェーンを締めるほかありません。その誰かが現れてくれればバトラーを助けるのは容易よ。11人もいるんでしょ。その11人はゲストハウスの2階にそれぞれ封じられています。なんとかそこを抜けられれば。なるほど。バトラー様の密室を解くのとゲストハウス2階の2つのどちらかの密室を解くのは同じことというわけですな。そういうことよ。バトラーの客室だけにこだわるのは思考的密室も同然だわ。バトラーを助けるために開く密室は客室じゃない、ゲストハウスの密室なのよ。お気の毒ですが、ゲストハウスの2部屋は我らアイゼルネ・ユングフラーが封印を担当しております。チッ、あんたらは封印と結界は大のお得意だもんね。しかしさすがはミスガープ、バトラーを救うべく破るべき密室はゲストハウス側であると気づかれるとはお見事です。もうじき式も始まるでしょうが、それまでの退屈しのぎの一つ、現場の再構築でもいかがです。いいのですか。エリカ教の子まであるあなたの守秘義務に違反しませんか。いいえ、構いません。存分に現場の封印を確認なされて絶望された方が心の底から式を祝福できるに違いないですから。友情、乗るわ、その挑戦。リア、式前にちょっとつまみ食いさせてもらいましょうよ。それではアイゼルネのお嬢様方、再構築をよろしくお願いいたします。緊急、慎んで受けたまわりかけます。ここはいとこ部屋ですね。隣部屋も構造は全く同じです。それでは存分にご検証を。部屋にいるのはゲンジ、ゴーダ、カノ、そしてクラウス、ルドルフ、ジェシカの計6人ですな。隣部屋は秀吉、ジョージ、シャノン、熊沢、南條、計5人です。バカね、あんたたち。誰がいるかなんて今はどうでもいいのよ。この部屋からどう脱出するかだわ。そうでしたね。扉も窓も封印されていますから、なんとか他の場所から脱出を。私ね、あんたら天界の連中が得意とする、勢いでごまかす力技、よーく理解してるのよ。密室じゃないわよね、この部屋。金刑。慎んで申し上げる。我らが担当したる密室は完璧なりや。あんた前回は金蔵の部屋で窓の封印を担当してたわよね。バトラは金蔵をあの部屋のどこから逃がしたんだったかしら。それはコーネリアのミスではありません。その叱責は上司の私が賜ります。金蔵の書斎の時と全く同じよ。窓よ、窓からこの密室は破れるわ。バレバレなのよ、あんたたちの手口は。どうしてです。エリカ卿は部屋単位で封印をしたのですよ。窓の封印ももちろん含まれ、部屋を丸ごと封じたはずです。なるほど。どうやら私たちは封印の定義を勘違いしてしまっているようですな。ガムテープで封じられた密室は破れないわけではありません。牢屋ではないのです。そういうことよ。封印は確かに密室を保証するわ。でも密室を